上級宅打つんですけど、前回手に入れた洋服、せっかくなんで装備したいと思います。型が出たセクシーなデザイン、パーティーでまあぜひ着てください。ちょっとかぶってるんで、今と今のものが10枚メダルを集めて交換したものなので、ちょっとこれが入るの分かってれば眼帯でも交換するべきだったなと。まあどうでもいいんですけど、前回7球まであと1つという状況まで来た気がします。ここでトップ取れば7球が上がれるだろう、7段ですか、上がれるだろう、確かそんな状況だった気がするので、ここはもう行っちゃおう。毎回目指してるんですが、ここも、まあ、意識して打ちたい。これはスーピー定茶シゴロの3式、虎のスーピン引いてシゴロと。親がポンで、このパワーワンチーピンの捨て牌、ソーズの本一警戒と。1-2-3チー、まあ、初ドラ1だろうと。上はチューン、本一、上はソーズの可能性ありますね、この切り方。親は連チャンできるんで、早上がりは十分考えられますけど、上はソーズですね。上ソーズ。三蔵ポーンされたんで、リアンゾーいらないかなって感じ。初のみだったらいいんですけど、上ソーズなんで、ちょっとドラスーピンなんでここ外せなかったですね。本当は外したかったんですけど、今ローソー通ったんでこれは通ると。チーソーでリーチ、あとチーソー通るのか。4000オール、まあ、この初からポンしていく泣きはいいなぁと個人的に思いますね。1-2-3-2-3-4チーなんてして初をポンなんてすると、まあへーって見られると思うんで、多分今の人も意識して泣いたんじゃないかなと。トップを取らないといけないところで、トンプー戦で4000オールはきついな。ちょっと来客やったんですが、撮影、こういう待ってくれない撮影に関してはやり直し効かないんで、で先手取れるとは思ってなかったんで、ちょっとこれはまずいな。トップ目がさらにロン、しかも高めの3色、12000、これきついですね。ここからトップを狙うには、左を運らせないようにしながら
トップから直撃を狙わないと。かなり厳しい。かといって論敗を見逃すほど余裕はないんで、リーチもしますし、論敗が出たら当然論もします。虎のキーズを多分使えなそうですね。パッと見チートを見れば使えたか。どうしようかな。まあ、親を流すリーチのみでも致し方ないなと。私が親のオーラスなんで、オーラスまで来ないっていうのが一番最低なので、親を迎えることなく勝負が決まっちゃうっていうのはあんまりいいことじゃないので、まあ先輩優先を取るか。あとは残り2枚、ヤンピンはまだある。ヤンピンから引いたら管理位置ですね。イーソーから引いてもまあ管理位置でいいと思うんですけど、中盤なんでどうしようかなと。端っこから切っていい。3ピンが通る。まあ順当に打つんであれば2茶を、それだけの点差なんで2茶を目指してとりあえず次回へというのが一番ベターな方法の気がしますが、でもタップトップは私は性格上見るんで、もう右の親はもう1000点で全部流してきますんで、あんまり余裕ないんですよね。もうあと曲流すだけなんで、あの右の人は。いやチートは行きたくないけど、ちょっとこんな手なっちゃったんで、後藤一は一応キープ。ただ両面待ちは残しておきます。これは積もってくれてもいいリーチですね。ちょっとあの4茶なんで5200だと箱で終了みたいな場面があるんで、親から直撃が一番嬉しいですけど、まあ146級の理論で6級1とかは見ますね。メンタンピン、リャンペイコー、ここは攻めたいリーチですね。ここは今は大丈夫。ここはちょっと私が上がりたいですね。倍満ぐらいに見えるんで、これを親から直撃できればトップの目もある。
ナイスですね。5200。ちょうど40分。これは一番ベストな上がりをしてくれて、親に、私が親で回ってくれば、親マン直撃なんてあればひっくり返るんで、まだトップは大いに見れます。みんな早いですね。いいといいわ、見たくないな。ただドラがパーソーであることを考えると泣かないですね。パーソーなんか引いてくるとチートイしかないのかなと。強引ですけど円単ピンに持っていきます。ここからはとりあえず2茶キープのタイヤを、ちょっと数ピン聞いたかったんですけど、このリーチに数ピン一発嫌だなと。親が普通に積もってほしいですね。まずルーピン切ってリーチ単野を勝ったらリーチ、テンパったらリーチ、プリテンのリアンそうですけどリーチ。ちょっと今フリテンになっていて、今のは振り点にリーチする直前ぐらいに振り点だでもリーチっていう感じだったんで、その前まで振り点って気づいてなかったんです。3、4持っててリアンウッソなので、ちょっと良くないリーチですね。今のはテンパったらリアンウッソ振り点でもリーチするぞじゃなくて、リーチする直前にあ、フリテンだけどいいやみたいな感じでリーチしたんで、ちょっとよろしくないリーチでした。なんだこれ、あ、まあなんかカード装備したりするんでこの辺は適当。まあ最初に言った親が回ってくる前に勝負決められるっていう不完全燃焼な一局でありました。悔しいですけど、また次頑張ります。